はい、皆さん、こんばんは。はい、山さんの選挙ウォッチですが、今日は2017年、6月14日の収録で15日の放送になります。今日は、林田力さん。あ、特別ゲスト。はい、特別ゲスト。もう、今や、トミーファーストの情報を一番よく知ってるのは、林田力さんなんですけれども、本当にトミーファーストのこと全然わからなくなってきましたね。そうですね。まあ、私もね、はい、今回ちょっと、まあ、じゃあ、早速、はいはい、もう行きましょう。はい。もう、大混戦。行きましょう。はい。それ順位です。2。これ。にそれまずですね、はい、今回のその選挙の重要なポイントであるですね、うん、はい、そのこの豊洲問題について小池知事が一つ方向性を出されたということで、うんうん、なんかまずこのね、豊洲市場安全対策の提言まとまるということで、はい、まあ、結局その、うん、あれですよ、地下空間の床部分に特殊なシートを編むとか、うん、はい、コンクリを張るなりなんなりの、まあ、うん、対策をした上で移転する、はい、うん、でその後、うん、6月13日に、うん、移転後の築地活用の案が出てる、うん、でもこれね、うん、なんかその林田さんが前金八アゴラで言われたのは、うん、両方とも廃止みたいな話だけど両方ともありですか？それはだ、私に言わせると、うん、市場会計築地は引っ張らないと、うん、経済的に成り立たないっていうのは、はいはいはい、まあ、あるので必死に移転しろ移転しろって言われるので、だから両方使うっていうのは、うん、かなりありえんんだけど、うん、でも苦肉の策だと思いますよ。今の時点ではそれ言うしかないっていう。そういった。だから結局、だから築地市場なり、うん、そこの配慮っていうのは、うん、要するに業者を配慮するって話になっちゃうのかと。そういうことだから、あと、そのお金の面からすると、うん、まあ本当は売っ払ってキャピタルゲインっていうのは今までの累積赤字を吹き飛ばすそうなんだけど、森山さんとかが言ってるのは、うん、歌舞伎座と同じで、うん、高層ビルだって、うん、上の賃貸収入を得ると。うん、下は地上で、うん、上は高層オフィス、賃貸オフィスで。うん、それは森山さんの案で。はい、で、今小池さんがなんか、まあ採用かどうかわかりませんけど、うん、築地の再生ではなんかツインタワーのビジネス、はい、向けの、まあ、いわゆるビルを2つ建てて、はい、その賃料を少し当てるっていうけど、はい、ちょっとやっぱりね、厳しいのかなと、はい、場所も場所だし、どうでしょう。まあ、うん、それで、今回もあの豊洲については、各政党はそれぞれの立場を明確にしてきて、自民と公明はもう、豊洲への移転、で、共産党が、まあ、社民党もそうですけど、築地の方反対ということで、築地のまま。それで民進党とかがちょっといまいち人によってまちまちなんですね。田中麻子さんとか、うん、まあ松田玲子さんとかは、うん、だからむしろ都民派以上に、うん、見直し協調っていう感じで、ね、そこで差別化してます。なるほど。松田玲子さんなんかは、はい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 、はい、それで小池さんも本当はこの件は都議選後にしたいと思ってたんだけど、さすがに都議選前に出してやっぱり自民党との対決になるような政策面で。対決ならへん。いや、だからならないんですよ。だからさ。まあ、ただ、ね、即時移転と追加工事移転。そうそうそう。それで、一応。追加工事移転ってのは公明党案やん、それ。そう。で、しかも、築地も生かそうってことで、ちょっと、アウフヘーベンしようなんてこと言ってましたよね。あと、その展示場問題をね、なんとかしないかんわけです。その話は全然出ないですね。で、オリンピックの時に、やっぱり、天井を使えなくなる間に困るわけじゃないですか。なるほど。東京。あとですね、この下のページなんですけど、はい、うちの息子がいじめられないように、うん、山内さん何かおっしゃりたいことがあるんじゃないですか。あ、英国総選挙の話。あ、英国総選挙ね。すいません、2ページよ、これ。はいはい。2ページよ。これ。2ページ。はい。これは急激に変わりました。あ、でも結局、メイさん買ったんですけど、大躍進じゃなくて、すっごい減りましたね。うん、いや、買ったんやろ、過半数割れしたら負け。そう、負けてはないけど、当初の目論見外れましたね。うん、余計なことしたで、そう、これは余計なことやったんですよ。高齢者への、負担増をいろいろやったんで、うん、なんでそういうことをやるかねって感じなんですよね。今回ね、うん、労働党がね、教育の無償化という、イギリスでは一番インパクトがあることを言ったんですよ。あれ、分かりやすいですね。分かりやすいですね。それで結局、うん、なんかどっかと組まんと12席ぐらいのとこを取り込まないと連立組まないと過半数にならないから、うんうん、これ組んじゃいけない北アイランド民主統一党ってこれは日本で言うと日心みたいなもんですか？日心というより沖縄独立党とか
いや、ちょっと、逆に、これしないと、そうそうそう。あの、ね、これ、日本第一党。ちょっと、あの、地方なんだけど、あの、幸福実現党。なんだか、ガナハさんとかの運動体だ。ちょっと、ちょっとね、いや、ちょっとね、日本だとこれ、該当するとパッと来ないけど、なぜ、あの、北アイルランドっていうのは、あの、新アイルランド派と新イギリス派でずっと戦ってきたわけなんで、シフェイ島の方は、もちろん、あの、アイルランドの方に、まあ、一緒になろうというぐらい考えてるところで、こっちは、イギリス、グレートブリテンの方に近いっていう、統一とか、イギリスとの統一っていうことを維持しようっていう政党なんで。ただ、ここと連立さんが組んじゃうと、北アイルランドじゃあ、残りの人たちってあんまり面白くないわけじゃないですか。余計な火種がこれで起きちゃうんで、閣外協力と人口的にはプロテスタントは多数派なんで。そうなんですよ。人口はプロテスタント。すいません、そのプロテスタントというのは。あの、マルコン教会。あの、アングリカンをプロテスタントにカウントするんですか？あの、まあ、カトリックに対してプロテスタントっていう。そう。だから、まあ。あ、楽しくてはね、はい、どちらでもない。偽キリスト教徒をしてる。ルーテル派とかカルバン派プロテスタント。プロテスタントね。だから、ここのは、まあ。そう。タブチケでイスラム教徒と同じ扱いになる。だから余計な宗教戦争がまた勃発するんじゃないかと心配になりますけどね。でもこれは選挙負けた結果、こういうことになってるんで。これ、俺思うんだけど、うん、こういうところの閣外協力っていうと、うん、ちょうどあの、憲法改正でアントニオ猪木がキャスティングボードを握るようなことになるんじゃないか。まあ、同じような感じですね。まあ、ここの場合は過半数団体から10議席ぐらいのところと組むっていう。よう、あれ野球部時代で妥協したね。ああ、猪木さんとか。アントニオさん。うん、まあまあ。私、何言ってくるかなと思ったんですけど、ね。いや、北朝鮮との国交正常化とか。でも、あそこの4人組のね、うん、価値が上がったんですよ。4人組で、なんか、統一的な政治意志みたいな。なんでお金出してんのと、ブレインはハトポッポですよ、あそこ。あ、そうなんだ。そう、あそこ、高田邦子さんとハトポッポ系やん、あれみんな。まあ、あんまり政治的なあれはないですね。あの、いい場所ない人たちが。だって、元元気やもん。元気なくなってるんだ。だけど、どうするんですかね。まあ、そこも入れ、だからやっぱり、ね、キャスティングを握る人はもう、高く売れるんですよ。あとフランス総選挙第1回投票でマクロン派大勝。これなん、やっぱり、なんなんでしょうね、これ。ほぼ今の政治が嫌なんですよ、ね。規制制度に対する反発。だから、これが、あの、あっちに行かなかっただけ良かったですね。国民先生。そう。あっちはもうダメですからね。だからそれも含めて規制制度に対する反発。それと、それも規制制度だね。マクロンさんの前身で一応はなんか中道系っていうことで、ただ出てるのは、あの、政治の素人さんが多いわけなんで、だからこれはあれですよね。小池さんとしてあやかりたいかもしれない。そりゃそうでしょう。小池さんも、まあ、熟成の方は、素人さんが割と、あの、世田谷での演説でも、その話を出しまして、うん、小池さん来た時に。あ、このフランス大統領で、あの、おそらく、マクロンさんは、あの、パリを国際金融都市にしようとしてると。うん、で、まあ、その自分のところを、あの、金融都市にしようって政策に結びつけて、紹介してました。うん、なるほど。やっぱこれを早速、かこつけて、はい。でもね、不思議なんですよね。うん、林田さんを見ると。そして小池さんの方の支援になったのか。のね、いやいや、やっぱり希望の塾だから。どうすで、どこが自然なんですか？いや、もっと僕はね、うん、林田さんどっちかというと、もうちょっとこう、レフトウィングの方だと思ってたんですよ。ああ、まあ、いや、だからそうだった。でも展開したんですよ。展開したらいい。展開した。転身した。転身。いやいや、変節したとかいろいろね、まあ、まあ、なるほど。まあまあ、はい、次のページをお願いします。はい。はいはい。で、この次のページで、うん、まあ、金八でも明日詳しくありますけど、ね、はいはい。パワーアップ版にしましたけど、おー、なんか見やすいですね。まあ、いろいろちょっと柄をしてください、ね。なんか写真が大きくなりましたね。写真大きくしました。はい。で、私ちょっと今、あの、庭野金四郎さんの本買いましてね、うん、なんか我が父のなんとか書いてあったんで、金四郎さんと広志さんがどういう関係なのか、僕は親子だと思ってるんだけどね、うん、この、わかりませんかね、広志さんの旧姓は何だったかというの。旧姓は庭野だったんじゃないかと僕は思ってるんですけど。あ、そう、じゃあ本当にいとここのか近いとこの。だってこの、なぜかというとね、数字のね、うん、この、この字あるでしょ、うん、この、はいはい、あの、三髄告白の国ね。この字ね。この字ね、だってみんな使ってますからね、この字。うん、だからここの一族はこれを使う。大津広子さんとか、この日光さんも本当は高一ですしね。はい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 。高一さんね。金四郎さんも本名かもしれないけどね。おー。なんで、これは金ちゃんの金が使われてるわけだからね。ちょっと違いますね。金帝憲法の金かもしれない。あー、なるほど。
ねえ、なかなかここもものすごく血が濃いなと思うんですけど、うん、はいはい。まあ、ここもね、渋谷ショックの原因が、ここにいらっしゃいますからね。ね、ね、まあ、ね、前回こちらの番組で詳しくやりますけど、これね、はい。音喜多さんはね、うん、勘違いなんですかね。音喜多さんは確かにこの間あそこお邪魔したときに、大津さんは親戚が創価学会だと。これね、本当に言われたんですか？ちゃんと実言われましたよ、私。ほら。逆に、例えば、大津弘子を立証法世界で検索したって、うん、このページ、この番組関連の情報しか出てこなかった。そんなことないよ。大津さんさ、この推薦もらうまでさ、庭のメイです、メイですってガンガン言ってドン引きしたって。え、ネットに出てる。出てました、出てました。2チャンネルとかで。2チャンネル。ただ、我々が発掘するまでは、このことを知らなかった人多い、うん、はい。まあ、宗教の話は出ませんからね。だって、立正厚生会に応援してもらってるなんてことは言わないですからね。だからむしろ市民派で気骨ある人だってぐらいな感じですよ。あ、うんうん、あ、そうなんだ。まあ、だから市民派で相次ぐマインド持って、まあ、だからどっちかというと、じゃあ宇都宮さんとこうで。その宇都宮さんは、うん、一言言うと、だから元レフト的な立場として、うん、あの時は各議員回りしてたんですよ。うん、各議員回り。自分の政策を持って、はいはい、あって、だからいろんな議員と会って、やった時には写真撮ってツイッター、うん、でもこの時なんか大津さんがすごいよ、宇都宮さんがいいって言ってた。それリップサービスも含めてじゃない、うんうん、なるほど。じゃあその、あれですか、この立正厚生会左傾化の原因の一人は大津さんですか？大津弘子さん。だから、そう、だったら大津さん表向きは立正厚生会とで行動してないじゃないですか。むしろ田淵さんで言えば、その次期教祖さんのパーソナリティなんじゃないですか。うんうん、やっぱりだから、田口さんが、いや、ただね、このお年寄りの、この、例えば、川崎市の市議会議員をやってて、うん、その山口さんも知ってるね、うん、某高津区の方に聞いたら、立証右やと思ってた。はい、でも実際そうだったら、自公連立まで、まではそうだ。だから、金四郎さんなんて結構右やと。うん、論客やったんですね。なるほどね。だって、立正厚生会って、一連宗的には、むしろある種、仏教の中で目指す国家主義的な感覚があるところなんで、もともと一連宗的にも、うん、まあ、そういう思想になりやすいところは、親和性があるところはあります。ああ、でもその、長沼妙子さんの、その、壺のね、うん、壺売りの問題とか、いろいろなことは、どっちかっていうと、まあ、で、その、何でしたかね、統一教会日本支部のね、久保木さんっていうの、岩野さんの弟子だったという、うんうん。まあ、あの辺が入って。こともあったり、昔は右やってんけどね、はい、この、白新君さんとね、海江田さんが肩組んで仲良くしてる写真とか見て、うん、まあ、右というよりも、あれですね、反響ですよね。どっちか言うとね。統一教会なんかの勝共連合みたいなもの。そうそう。そうなると、韓国とはつながり持つんですよ。反響だから。やっぱそうだ、昔韓国ってね、共産主義が北朝鮮だから行きませんってことで、どっちか右の砦みたいな感覚だったそうです、そうです。そうですね、韓国はね。今の大統領はちょっと特殊なんかもしれない。まあ、軍事独裁政権の間ずっとそうですからね。うん。そう、パク大統領。今の大統領も、補佐官が、イムスギョンさんも派遣した人で、はい。私も昔、大学生の頃さ、うん、イムさんを守れとかなんかいろんなことがあったなぁ。なんかそういう懐かしい、その思いで、まあまあ、ちょっとボーイッシュ系だけど可愛らしかったっていうんで、うん、結構イムさんファンが出てね、うん、ねえ、なんかいろいろありましたけど。うん、まあ、そうですね、一応韓国にもね、影響のある宗教団体ではあるんですけど、反共っていう感じだったのが、今、左傾化だから、共産主義のあれとはちょっと違うんですけど。どちらかというと、うん、昔の小沢さんが健在だった頃、うん、民主党の中で、ちょっと右っぽく分類されていた人たち、うん、前原さんとか、うん。はいはいはい。というグループと、うん、すごい左のグループと、うん、両方なんですよ。うん、だからそれ、うん、結局、自公連立誕生したから、それ以外の人たちって左右に散ってるのを全部一括りに集めてるんだけど、全体として、反戦平和になるわけでしょ。で、大口慶吾さんなんて、細川連立政権のね、うんうんうん、ここの、まあ、有名な方ですけど、右すぎて防衛大臣になれなかったと、うん。まあ、防衛長官になりたかったんでしょうね。なれたかったけど、お前やったら危ない。うちの果てまで PKO 行くやろ、みたいな感じで、さすがにみんな止めたという話も。大きさね。まあまあ、
だから右も左もおるんですが、やっぱり左の方が多いってことなんですね。ただね、これ本当ね、日本人の方見てすごいなと、右下のね、うん、この次期教祖様がね、うん、世界の名だたるこの宗教指導者の前で司会やってるんですからね、うん、いやー、やっぱり宗教界の蓮舫というかすごい人ですよ。力あるんでしょうね、こう。あるでしょうね。こういうことができるのは彼女しか日本にはいらっしゃらないっていう。そういうことなんですね。ね、他の宗教団体も確かにあのインターナショナルでいろいろ動いてるとこありますよ。けど、ここまではね。ここまでね、精神を用して。で、う、は、ん、もうね、知ってますわ、もう、この間も見てくださいますか、うん、もう、あの、辻元清美さんがね、うん、もう、高槻の駅前でね、うん、あの、池田なんとかさんはすでに死んでいるみたいなような言い方でなんか、やってますよ。それ、今ですか？最近、ものすごくけなしてますよ。なんそんなのけなしてな、何のメリットもない。いやそう、すごいね、池田攻撃してます。なんでそんな攻撃するんですか？政治家としてあんまり意味がない。いや、政治家といえば、こっちの宗教団体の方の、それ喜ばれるんですよ。まあ、結構大阪も強いですから、ね。対立してますから、ね。これ、小崎さん落としちゃいましたからね。うん。で、じゃあその次ね、はいはい、林田さんのページから一緒にいただいてもらって。あ、これね、今日。これでも林田さんがおっしゃるタイプ。はいはいはい。ね、はい、どうぞ。まあ、はい。まあ、都民ファーストの中に、まあ、推薦候補というのがいるんですけど、はい、そうで渋谷の、まあ、大津弘子さんって人が推薦でしたと。はい、推薦です、はい。ところが推薦なのに、うん、まあ、都民ファーストの東京というのを、うん、あのポスターの下に入っていると。都民ファースト、この、あの、四つ葉のクローバーが深呼吸ができるというものです、はい。あ、そうなんだ、これで。深呼吸ができる東京っていうのがその会派名。あ、で、その前に都民ファーストをつけてるわけね。そうそう。で、この都民ファーストっていう言葉勝手に使って、ええと。しかも都民ファーストのってちっちゃくひらがなで書いてる。あれ、のなんですか？なんか、ま、丸に見える。トミーファーストの。なんか C 丸とか R 丸に見えるんですよ。そう。なるほどね。ここのありなんですか？だから、まあ、当然党本部もと合意取って勝手に使うわけはないので、うん、だって、だけど有権者にとっては、やっぱ不親切というか、うん、それ、本当に、一番下って大体政党名と書くのが一般的な部分もあるので。なるほど。だから、これ見ると、やっぱり小池さんと一緒にやってるのは大津さんですよっていうポスターで、結構しかもあちこち貼ってあるそうですね。はい、渋谷区の知事に聞いたらね、小池さんが推してるのは、うん、まあ、大津さんっていうのは結構思ってる人多いです。あれ、龍炎さんじゃないですか？龍炎さんは結構目立ってるから。龍炎さん一応ね、あの、うん、スター、まあ、看板候補。だから渋谷区では渋谷ショックがあんまり起きてないという、ちょっと不思議なこと。まあ、地元ですからね。はぁ。で、あら、これ名前か。で、こっち右側もそうなんです。右側見たら、もうすでに柿沢幸恵、だって、ついこの間まで、野上幸恵さんだったんですよ。そう。野上ポスターが、野上の分は柿沢で、おそらくシール貼ってるんですよ。あ、上。あ、はい、あ、ほんとだ、シールで。あ、なるほど。そう、だって今更、ねえ。だまだ貼ってない部分の野上ってのも見ることができるんですけど、そのままのもあるんですけど。だってあの、柿沢、野上の宣伝カーがぐるぐる回ってたの、僕何度も言いましたからね、江東区で。だからそのポスターも民進党って書いてあるので、あ、ほら、あの、近日中に貼り替えなきゃいけないから。あ、そこそこ。じゃあそこも上なんか違うの、なんか、はい。で、今はかなり目立ってるのは、うん、そのポスターに柿沢とだけオレンジで白地に、柿沢でっかい字で書かれてるのだけが、うん、そういうポスターが急遽重ねばれしてる。で、多分、うん、おそらくもう少ししたら、うん、準備を整ったら、その、トミーファースト推薦で、そこ大津さんみたいな感じで、小池さんと二連とかが、そしたら出ちゃうんじゃないかっていう。これしかしあれですね、民進党のマーク、これ、ドキンちゃんに似てますね。あ、じゃあ、キャラクターね。うん、で、このマークは、なんかあの、明治かなんかのマークに似てるとか、いろいろ言われる。そうそう。まあ、これは、まあ、こう。高等ファースト宣言。それだいぶ前から、もうパクリのパクリ、ね。それは、ファーストはね、ずっと使ってますからね。紛らわしい、ね。なるほどね。で、結局、だから、離党した状態というか、無所属で出るって。はい、出ます。で、大津さんも、実は、諸派無所属ですね。諸派ですね。なんだけど、小池さんとのツーショットで。この真ん中のね、うん、山口拓さんは、うん、山口拓ね、横にあの、保坂って書いてあるんですけど、うん、なんか保坂さんが最近関口さんの方にも接近してきてる。うん、保坂さんは何でもありですからね。接近っていうのはどのぐらいの接近ですか？二連は使わない。二連も出すそうです。出す。それ今更遅いでしょ、塩村さんじゃなくて、変えちゃうんですか？でもそれ、塩村さんも、ね、もともと枚数少ないの。うん、なるほど。もう本当に。あんまり払ってないと。でも、これ見ると何あの、山口拓さんは、
これ正常。都民第一？都民第一。丸、ね。裏側が東京大学。あら、なんか聞いたよな。ねえ。これも。で、彼は何党なんですか？民進党公認候補です。民進党公認。今は民進党公認候補。じゃあ。23日の公認ですかね。さあ。そこは、まあまあ、私が格言はできないですけど、ただ常識の考えて、さすがにもう普通に2人いて、うん、それはないでしょうって言いたくなるんですけど。うん、でも、3人目とかさ。そう、だって支持。ただね、うん、世田谷区の区議会関係者に聞くと、うん、都民ファーストが3人目出すって噂がある。ああ。で、そうするとね、タク、タク、怪しいって声はある。なるほど。パッと変わるっていう、山口拓さんが。うん、この方は変わりに早いので有名やけど。これだから23日告示直前とか、うん、でも、ただそうなると本当に民進党ってどうなっちゃうの？いや、だから気をつけよう。ソロファーストは民進党。だから明らかに、武蔵野市の松下玲子さんとか、うん、あと足立区で今度新しく新人出た銀川由衣子さんとかは、うん、都民ファーストにはならないっていう、うん、明確な意思ありますよ。だから、うんうん、そこはだから本当に離島なんだ。だから後追いで立てるか立てないかっていうのはおっしゃってたんですけど、結構合ってるかもしれない。だから、その松原陣がやってる、うん、偽装離島のとこは後追いで立てないから。うん、そこはね、後でまた民進党との協力関係の、要はパイプ役になるっていうね、大事な仕事ありますからね。まあ、だから、都民ファーストの受かる人数の中で、この偽装離島組とかとか受かるんだったら、乗っ取っちゃう可能性あるんでね。はい、これ、熟成の人は。いや、もともと、その、元民進が離島して入る、はい、離島して、ポンと公認もらうんだって、うん、熟成化すれば、むしろ真面目に熟成、塾として講義受けて、うん、真面目にレポート書いて、うん、誰が読んでるのかという噂があるんだけど。ファーストです。やって、だからそれだって面白くないって感情があることは事実なのに、うん、でも推薦という方法まで今度出てきちゃったってことで。まあ、この際だからね、小池さん、小池印の人は公認なのか推薦なのかね、いっぱい受かんないって。わかんないんですよ、本当にこれ。いや、これ多分ね、有権者もっと混乱してると思いますよ。本当そうですよ、これね、ある程度、これ我々3人見て政治を分かってる人にはこう捉えれるけど、これ本当一般大衆どうなってんのかなっていうの、これ。だからね、もうポスターの2連を見た数になっちゃうんですかね。はい、じゃあ次お願いします。はい、これはやっぱりちょっとこうね、林田さんも聞いてみたかったですか、うん。じゃあ次、兄さん、どこですかね。現在進行形ですからね、はい、この現象は。はい、じゃあ今度は、はい、次は、はい、渋谷選挙区ですけど、これがまあまさにそのケースですけど。うん、なんか、龍平さんお金が足りないとか言って、なんか偉い。どうなんですか、ね、本当なんですか、実は、龍平さんも、まあ、塾生ですけど、うん、まあ、あまり塾生同士で和気あいあい、受かる人って結構、塾生お前同士で和気あいあいしてた人じゃない人が結構公認凝ってるので、あ、まあまあ、そんなに、詳しく知ってるわけじゃないんですけど、うん、ただ、今はむしろ渋谷区長が、龍平さんプッシュしてるっていう話で。それなんか勝ち馬で、龍平さんだって有名人だし、渋谷区長ミーハーじゃないですか。ほらもう龍平さんに乗るでしょう。だから、勝ち馬なんですか？勝ち馬だと僕は思いますね、龍平さんが。これでどうなんですか、ね、だから大津さんは落ちる？だって、多分、彼の計算だと、この二人が、あと自民と小池新党は。そこはね、僕もちょっと聞いたのは、やっぱりね、公明さんがね、この大津さんのこれがあったんで、結局ね、やっぱりこの選挙実務を聞いてみると、公明党の公認のつもりにね、この人はこの人に変わったからって、これやりやすいけど、結局、その、学会員の分は言うと、フレンド票、大体公明党ってね、会員数の票4割。はいはい。で、残り6割が。1人で2人半戦の資料、うん。だから頭下げて、この人お願いしますっていう。これをね、そう、じゃあ、この、前田和重さんがなんか悪いことをしたんやったら、今回は龍炎にって言えるんだけど、はぁ、どうかねって話と、うん、やっぱりそれこそその、部屋の中にポスターを貼るという現象が起きてくるわけですよ。実際、龍炎さんのポスターは、締めで貼られてないでしょ？あんまりないですね。部屋の中に。部屋の中に。部屋の中に。ファンファンっていうか、いやいや、外に貼らせないの。まあ、その、成京さんもえらいぼやいてましたね、その陣営の人もね。でも、龍炎さんやっぱりね、テレビの知名度で、実際公約発表の時には彼女が司会をやってたってことは、もう、彼女はもう看板スターなんですよ、都民ファーストの。ただね、林田さんは私、ツイッターでね、
言ってましたなんか偉いあのなんとかっていうねなんか小池ファンの人がね、うん、あの成清さんほとんどポスター貼れてないって書いたらね、うん、違うんだと成清はもう余裕で勝つから、うん、あのわざと貼らないで票を分けてやってるんだわっはっはーって人がいましたけど、うん、それは勝ち勝ちだそれはないですねうんでも一票でも欲しいですねこれどうなんだろうね僕はこれね、うん音北さんの勘違いなのか、伊藤さんがやったのか、どっちなんでしょういや、だから、あの、まあ、その伊藤さん的には多分、民進仲間を増やしたいっていうのは、まあ、それは、民進系仲間を増やしたいっていうのは。これがもう、でも、ものすごい毒薬って。だから、そこの、その毒薬ってところの意識があんまりない、うん、ない、熟成にもないし、うん、いや、だから、そういう問題意識がない。だから、公明党とどう、うん、どう、協力してうまくやっていくかって意識もあんまり残念ながらなかそういう協力関係とかいろいろやってない。これ公明党関係って何すんねんよ。いやそれはそうですよね。公明党、まあ、そういう意識も、うん、公明党はこう考えてるから、まあ、一応、まあ、ジェントルとして、うん、ジェントルマンとしてあの、うん、公明党だけ貼ってるポスターのところに、うん、ポスターにお願いするのは遠慮しましょうとか。うん、なんだそんなこと言っちゃってでも本当でも公明党掲示板に貼ることを前提にしてませんでして。うんと、そういうと、成清さんの運動員が言ってたんですよ。だってこれ公明党出してないんだから。それはでも、じゃあ。いや、最初は貼らせてもらう予定だったのに、はいうん、急に貼らせてもらえなくなりまして、困ってます。ポスターが重くなったんだよ。で、それは、こうこうこうじゃないんですかとかって私言ったら、なんか本人ポテーっとポケーっとしてましたけど。陣営の人ではそういうふうに認識してる、ね。まあ、だからやっぱりね、素人のやったミスなのか、うん、冗談なのか、うんこれドキュメンタリー価値あるのね。うん、伊藤優さんがやる説か、うんうん、音北さんの勘違いか。いや、でもね、音北さんにしろ、伊藤優さんにしろ、あの、大津広子さんの推薦にどんだけ関与できるか。問題ね、大津広子さんの正体を知らなかったという説はないんだよ。それは、いや、だから、あるんですよ。あるかもしれないです。あるし、知ってたとして、立証何が問題なの的な。おぉあいや、音北さんと同じ日蓮系じゃないって言っちゃうかもしれないよ。ああ、いいそうだね。音北さんあたりやったら。でもね、宗教さんのこと知らない人多いです、ね。でもね、音北さんってね、ある意味でやっぱりノリ軽いね。うん。だからいいんですよ。だから、いろいろ、あの、週刊誌を賑わしてくれるんで。ねえ。ここはでも、まあ、龍炎さんが、まあ、僕はもう安全圏と思ってたんですけど。いや、もうこの二人で決まりじゃないですか、前田さん。で、僕は大津さんは、きっと、小池新党から新七区で、うん、あの、長妻をやっつけるために衆議院にお出になるんではないかと。うん、国会議員の候補になるで、それ考えられるのはね、小田地さんを落としちゃったっていう一つの民進党は一つの立証されかりがあるわけ。うん、だから、そこでその一族を誰が出すと、うん。やっぱ看板スターが必要ですからね。ではないかと。で、だったら、それは民進党の一応で、小池新党が、やるから、小池新党はもうすでに、やっぱりもう民進党の分身っていうか、救命ボートというか、なるほど。あの、なんだっけ、ぎ、本当に。わかんないけど。じゃあ次。はい、はい、はい。じゃあ次お願いします。はい、世田谷。ここね、話題の世田谷。ここは、なんか動きだいぶ。ここはまるですよ、飯島文書によって公明党は二人目、行田さん買ったというのがありますね。ね。でも、これで公明票がどこに行くかっていうのも注目ですけど、そんな、誰かにあげちゃうとか、そんなことするんですにあげちゃうとやっぱり自分。実は私、今日まで黙っていたことがございます。おまたまた実は、はい、1万8000票余るから、うん、公明党、緑色のところに分けてあげようかなという計画が4月27日まではあったそうです。あ、本当の話なんですか、うんうんで、公明の票だから。そう、だから本当に確実に福島さんたちを受からせるために、協力してあげようかな、というね、うん。それが4月28日の渋谷ショックによって、それ、白紙になったんですか？そう、もうだから栗林さんを1位で当選させることに全力を尽くして、うん。あ、じゃあもう、あの、票回さないってことね。そう。他にも誰か、マックさんに回すとかは、絶対ないか。それはない。それはマックさんのことを聞くとね、マックさんの行いによると。ああ。マックさんもちゃんとあの、じゃあ、祈れば。祈りが。いや、祈ればじゃなくて、やっぱりあれですよ。マックさんの票を回してほしかったら、うん、来年4月から食品 5% というとか、うん、あるいはこの二子玉川の無堤防問題を早くやれとか、そういう。そこの先生でもって、祈ることより、そういうことをやった方が評価されるんですか？まあ、自分たちの近い。すごい、まっとうじゃないですか、逆に。うん、いや、公明党って。いや、公明党ってまっとうなんですよ、本当に。いや、あのね。意外とね、自分たちの手柄にしようと考えになくて、うん、自分たちの政策を賛成した方を評価する。だって、それが実現する方向になるから。そうだね。じゃあ、だから、
例えば、共産党と公明党が同じことを言ってる時があって、うんうんうん、それは共産党でも評価しない。それはダメ、それはダメ、それはダメ、それはダメ。それは総協協定とまた別だ。それは別だ。それはダメだ。それは共産党だから。そう、そう、そう。だから、じゃ社民党系の人かだったら、それはいいわけよ。うん、いやだからその例の保坂さんの、うん、あの推薦のね、うん、あの久保田さんに出した経緯も前日のね、うん、こう告示の前日の午後3時に決まった経緯も、うん、その S なんとかさんが、うん、ね、あのひろとさんがね、うん、もう共産党が入ったの我慢ならーって激高した結果らしい。なるほど。それで決まったと。じゃあやっぱ共産党だけわかんない。やっぱそれはもうだって。山口さんの、山口さんと一緒に斎藤正史さんが来た時にも、ね、そういう話が出たんですけど。はいはいはい、はい。やっぱりそこが、そこの壁はあるんですよ、ね。そこの壁は、ダメ。それは、その、立正さんと違うのは、立正さんは、丸娘を礼認証として受け入れたわけです。共産党も OK。共産党も OK。公明党は絶対ダメなんですよ。それは、ここだけは違うみたいな。そうそうそう。それはダメだ。あの、政策を、だから、キャラ被りしてるから、政策を。青木愛事務所からね、ある人に頼んだ人、忍者に頼んだ人ってね、うん、小沢さんもなんとかね、左翼辞めたいともがいてる、ね。行き場所ないでね。行き場所ないでね。結構やっぱりね、熱、うん、い小沢ファンから、なんで左翼すんねやっていうね。ただ、共謀罪審議局費とか、うん、もう完全に社民党と一体化しよう。これはしょうがない。で、しかもあの、天皇の上位問題、うん、天皇陛下の上位問題もなんかするけどね、あれが欠席だってもんね。ああ、ね、まあ。あ、共謀罪それじゃ欠席でしたね。反対じゃないよね。あれもね、いや、だから、その、そう、反対じゃなくて、だから、民進共産と、うん、その、社民自由との、なんか、ブロックが分かれちゃっていて。うん、まあ、その、よう分からん方向へね。まあ、行き場がないんですよ。行き場がないんやろな、と思いますけど。どうしても、次からこの塩村さんのやつ消していいですか？もう、全然ね、新宮さん応援せえへんからね。もう、塩村さん自身が動いてないでしょ、まるっきり。で、そうなんですよ。多分もう関口さんはこれちょっと、これもう、いや、R なんですよね。R なんですよ。だから、R 総動員とか、いや、そういうわけじゃない。そういう。でもね、結構ね、うん、そういう動きあるんですよ。だって、蓮舫さんの自宅は、あ、目黒でしたっけ？そうそう。うん、え、今でもそうなんですか？やっぱりそのね、R はね、やっぱり基本的に関口さん思ってたの。ところがね、うん、風間さんがね、山口さんが入ってるからね。あ、う、あ、ん。これがわからへん。じゃあやっぱ山口作さんなんですかね、ここは。山口さんね。まあ、もともとね、うん、菅谷さんが出たら、R 票持ってっちゃうから、うん、その、関口さんの目はなかったんですけど、はいはい、まあ、関口さんもラッキーしてるかな思いきや、本人最近本当にやる気なくして、もうやっとなんでしょう、ね。いや、今日夕方や、立ちましたって、フェイスブック書いてましたよ、ね。どこかとは書いてるね。どうせあの人も、双子玉川と成城周辺しか行かへん、うん、あ、まあ、でもそれでいいんじゃないですか。噂によると、仙川で地域割りしてるって噂も。え、ね、山口拓さんと、うん、へぇ、そんな協定してんのか。いや、わからんけど、意外とね、割り当て地域狭いんですよ、関口さん、今回。じゃあ、厳しいじゃないですか。そうね。だから、強度はもう関口さんにやって、山口さんでしょ。やっぱ、だから、4年間ブランクが大きいんですよ。山口拓さん、正常に来てる。ブランクって、両方ブランク、どっちも2人とも。まあ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 、山口さんの方が回ってましたからね。地元でね。うん、関口さんはもう新小岩にずっといてる、ね。エスニック、エスニック。もう、レストランのマスターをされてましたね。いや、いいことじゃないです。いや、だから、葛飾で出ればそうなんね。それこそ、ね、NHK 党の立川さんと。うん、ね。まあ、でも、ここはもう、大混戦ですね。これね、林田さん、どうしてね、この大場さんもね、はい、視聴者の方から、この同士打ちさせたのは何が原因なんですか、これ。こんなむごいジハードしたのは。うん、いや、だから、同士打ち案と、実はたくさん受かるから、どん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 ね、いけそうな人を出して、現職を送り込んだっていう説とあるんですよ。あ、そうなの。で、あと、うん、まあ、すでにもうこれは、もう、公になってる事実、うん、公にしちゃってる事実なんで、はい、小金井も小金井で難しい選挙事情があって、そうですね。小金井に出て、うん、じゃあ、小金井の人が応援してくれるかっていうと、うん、もその元自民である木村さんを、うん、という、だから、むしろ、進んで転覆したっていう見方も成り立つんです。で、小池さん、まあ、都民ファーストのブームで、こっちで多分3人とか受かるんだったら、はい、3人出して3人受からないっていう。渡辺太蔵さんはもう、うん、都民ファーストの人を応援してない。一番、小金井で小池さんを応援して、そうそう、地上戦を地道に。でも、渡辺太蔵さんは靖国好きな人もいいですよね。
安いですけど、応援しないんですよ。で、緑の党なんですよ。そう。あの、神戸さんとかですね。はい。そう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 。神戸さんが自分たちに近いっていうことで。まあ、近くはないし、本当は小池さん批判してる人だったんで、うん、だから、で、緑の党はもう、反小池的なので。そういうふうにやったらね、後藤祐一さんも反小池っぽいよ。やっぱり恨んでるんかしら。それはそうでしょ。恨んでますよ。だって、でもともと最初の都民ファーストの、最初のね、うん、輝け東京って、後藤さんとか、その、うん、まあ、あの、その、いや、オンブズマンとか、うん、そっち系だったんですよ、最初は。まあ、無駄をなくそう系の人たちだからね。そう、滝田さんとか、諸住さんとか、うん、だから本当は後藤さんも、うん、本当小池さんが公認するんじゃないかと言われたんだけど、うん、いや、だから、都知事選の時には応援してたはずですよ。そうよ。私も桃野の時から、うん、あの、当選が来ました、ね。はい。それで、この辺だって、渡辺大蔵さんたちも。はい。野村さん、えらい今の小池さんに不満みたいですよ。いや、だから、あの、あれ、100番選ばなかったです。選ばなかったから。これはもう不満でしょう。俺は桃ちゃんも怒ってるでしょ。怒ってますよ。いや、だから、この辺がね、協力関係ができてないんで、ただ、あの、今のブームが追い風のままだったら3人受かるから、だから、木村さんを小金井じゃなくて、こっち連れてきて、自民党の支援者なんてはもう小金井の、だって自民党は三宅さんと小松さんで、区議8人ずつ分けちゃったもん。うん、そうね。だから、まあ、あの、まず大場さんはもう元々も行き場がない、自民党の中でね。うん、行き場がないんですか今、あの、この前、二子玉川で小池さんの演説聞いた時に5月28日ですけど、うん、その前にちょうど同じ場所で自民党やったんですけど、はい、3人仲良くやってました。うん、それはね。うん、ああ。その時はね。はいはい。でもまあ、その大場さんの支援してるのは、あのね、大場さんってね、あの平成系なんですよ。うん、で平成権の中で割り当てられて、うん、まあ、その、応援したってくれいうのもあったりするんですよ。なるほど。わからんね。だから、ここ、都民ファースト、うまくやらんと、3人受かるのはちょっと僕はないと思いますけどね。まあ、だから、そんな話を、結局、強気の自民党3人出す公認とか言いつつ、うん、まあ、当選するのは、まず2人でしょう。そう、宮城さん、小松さんですね。うんもうこれは、で、大場さんは、あの、中途半端な立場で。でも大場さん、なんでもっと早くにポンと変わらんかったんですかね。とかで、小吉にとけば、いや、それ言ったら、そもそも、うん、なんで新風になったんですかっていう。いやいや、今の自民党の、今の状態活動でそもそも新風作ったのは、うん、まあ、中途半端ですよね、新風っていうのは。新風作った張本人でしょ、はい、そうです。それはだから、選挙区事情から見て、三宅茂樹さんと隣の駅やから、うん、自分がやばいと思ったんでしょ。うんかといって、自民党の支援者を裏切ることできないから、自民党席は外せないわけなんで。それは、無理。いや、でも、林田さんの解釈では、千代田区長選の応援に来なかったのが、とがめられた、はいうん。あの、今回の、党首でしょ。そう。だって、千代田区長選挙も大事な選挙だった。まあ、あれ、もう、ぶっちぎり勝ちましたけど、林さんからね。それに応援来てないんだから、もったいないね。ちょこっと顔出しとけば、応援したふりしとけば。まあ、大場さんはあれかな。2年後の区長選挙要員かな。うん、区長選挙出させてくれますか？そういう自民党を許してくれるんです。結構自民党って人気、うんそうで。こういうのはやっぱダメだと思いますね。やっぱり自民党って執念深い。執念深い。増江さんデーがもうあるから何年もありかって話になるけど、増江さんほど人気もないでしょ。違う。だってあれは公明党がくっついたらしょうがなかったんで、うん、自民党的にはあれはやっぱりずっと地位なんか押さないですよ。まあね。あれは公明党の事情にも乗らざるを。だから松葉さんがね、ちゃんと始末したでしょ、後始末。責任取って。そうそう、いいの渡しね。はい、じゃあ次。はい。で、こちらがね、まあ、先ほどもあげましたけど。あら山口拓さんの色が少し。もっとピンク、あれ、緑にしましたけど。はいはい、はい。これがもう、あれ、あの、言いたいでしょ、いろいろ林田さん。避難したいと思う、どうぞ。いや、避難したいっていうか、まあ、まず、この人は離党もしてないし、自民党公認だし、全く無関係な人ですと。山口拓さんは、緑じゃないと。はい。そう？東京大改革で。でも、この人、小池新党だと思ってる人多いよ。あらららら。ただ、なんで、それはちょっと不勉強すぎる。あの、例えば、柿沢美と野上幸恵は、あの、柿沢美と野上幸恵の会に、小池知事が来たんですよ。で、その来た時に、写真を、あの、撮って、うん、あの、いろいろとポスターとか、チラシとか、ね、使ってんですよ、もともと。だから、それは、本当に来て激励に来たんで、まあまあまあ。まあ、いくら、上田さんとか嫌いだって言っても、うん、ただ知事が来たっていうのは事実なんで、うん、知事としても、野上さんっていうのは、無視できないと思ってやってるわけなんで、それは、
でもあれですよ。山口さんのところにはそういうことはあったんですか？山口さんのね、ビラ見たんですよ。はい。もうね、小池さんとツーショットではないんだけど、こうね、二人並んでるビラでね、質問する山口、答弁する小池みたいな感じで、ね。いつですか？ちょっと私はこのビラをこの写真撮った時にもらった。現職じゃないです。いつ、何に質問？だから全然現職時代の自分と、合成、タイムラグがあるから。タイムラグもあるの、受かってもないのに。それは完全に詐欺、ね。いや、山口さんが現職時代質問してるのに山口さんと、で、そこに石原慎太郎さん、それ。当時は石原慎太郎さん、そこに小池さん写真はめて、怖かったですね。いや、もうね、だから、いや、ネット上でも、これはあかんよ、僕の子ね。なんかもう。いや、だけど、もう。それは完全にあかんでしょ。切相だ。どうですか？だから、それだったら、今の共産党の現職時が、じゃあ質問する私と、東部に出す小池さんとかって、共産党の時とかだってできちゃうし、自民党の時だってそれできちゃうじゃない。そっちの方がまだ事実で。いや、もうね、彼のコピラみたいな山口さんが、小池知事と共に歩むみたいな方書いてるわけですよ。しかも、それ活動してると。もういかにも現職トビであるかのような方言う。今、浪人中ですからね。いやいや、だからそれが、だから、民進党の現職だと、一応東京改革議員なる名目で、しかも小池さんの予算に賛成してるので、そう、それは。共に歩むって言うのは、言うのは正義なんですよ。いやいや、だから、共に歩む、民進党と一緒に、やってるっていうから、まあ、という意味で一緒に。民進党では東京改革議員だ。だから、民進党は言えない。東京改革議員団なんで。でも東京改革議員団入ってたらみんな民進党だから、僕は仲間だと言いたいですよ。そこは議員団には入ってないので、そこは詐欺なんで。だから民進党公認でしかないので。いやいやいや、もう、山口作さん的にはそれは OK なんですよ。これね、横にいた中塚さんに聞いてね、こんなんしていいんですかって言ったらね、ギリギリセーフですと。ギリギリ。何写真はイメージですとか、そういう意味で。そう、イメージ。そう、これこそその、なんかこう、不動産のね、なんかちょっとこれ、どうですかこれ、もう、林田さんとして許しがない。いや、完全アウト。消費者たちが。これ、騙し売りですね、これ。逆に小池さんがいいよって言っても、それはダメなんですよ。消費者にとってはダメなんです。消費者が迷うんだったら、あくまで消費者ハウスで考えて。これはどうですかやっぱり、もっと、林田さんとしては、こう、ガンガンやらないんですかこれ。さすがにこれはですね、小池さんの天敵の小津上村さんがですね、めちゃくちゃ叩いてる。これは、これ、これでも、オズ上村さんがいい餌ですね、もう叩くね。いや、オズさんが、むしろこういうの叩いてくれた方が、トミーハートの本当の候補者叩かないで、こっちに叩いてくれる。いや、アストンマーチン、彼はどこの在住なんかしら、オズ上村さんやったら港区に詳しいんですよ。まあまあ、港区でね、港区のね、区議会議長さんとなぜか相互フォローになってね、その頃例の、その大津さんとの二連ポスターの話とか、公明党が意気消沈してるやつ見たら、もう喜んで喜んで、あっちたち巻いてそれは喜ぶでしょ。そうか。ちょっとあとね、中村彩さんもやや喜んでましたよ。あ、それは喜んでました。公明党意気消沈してます、ね。でも、これと、この山口拓のやつなんか、笑う笑う。これでも露骨ですごいですね。これ見るたんびにね、前の、2年前の彼の予測のね、その、なんだったかな。いやいや、5000円っていうのとね、末岡トップ10っていうのがもう私は忘れられん。末岡さんね、大変だね。もう、ほんまに末岡トップ10に彼は受かりますあんなすごい人はいませんとか言う。いや、でも、山口拓さんも、だから本当何でもありで、なんせ小池さんがやかろうっていうのはよくわかりますよ。で、これで騙される有権者いるんですよ、本当に。申し訳ないですけど。選挙のことみんな関心ないです。投票の時には、なんか小池さん。紛らわしいな。なんか山口拓さん、小池新党から出てるみたいから、なんか入れるわっていう。名前もそれ投票所に民進党公認とか出るちっちゃい名前のちょっと右上に出るのでまあそこを見て見ないもう見ないもう緑色で東京大学はい山口拓はい都民第一はい山口拓はい公認だったら山口拓括弧民進に出るんですよね投票所はい、これは公認はねだけど本当にそれ見てもねあれこの人民進党だったからなんかの間違いかもしれないしいや前しかもねまたいいこと山口ってね簡単な字やから書けちゃうんですよね考えてる前に書きやすいんで得な名前ですよねまあそういったら私の名前は全部小学校1年生そうなんですよだから林田さん
林田さんこそ選挙出たら一番有利だったね。昔ね、いましたね、クラスメント。上田彩って言いました。ああ、彩は文。あ、それとかね、ひらがなでや、幸だけひらがな、山田幸子って言ってた。ああ、それは書きやすいですね。書きやすい。なんとかはじめさんなんていう人も。選挙向きですね。もうね、難しい感じの人ね、すごい不利ですよ。細川森弘とかは。あれはもう。どうせあの、ひらがなだったじゃん、森弘。森弘は、あの、漢字書けないですよ。いや、だって、冷え島さんだって冷え島ひらがなですよ。だって、冷え書けないもん。ちゅうか、この冷え島って読めないと思いますよ、多分。でしょ、ね、この乃木編に癒やしいとかって何て読むんですかってなって。ねそうまあ、しょうがないです。はい。で、次。はい。はい、次お願いします。はい、はい。はい、次。え、こちら。はい。ここは林田さん。これはね、林田さんに来たの、うん、大沢昇さんっていう方が、うん、民進、元民進の、これは何ですか民進。元民主。民主のだから、前職に当たるんですけど、うん、前回に落ちちゃった人です。じゃあ、民主党の、あの、都議ですか、はい、都議だった人。あ、じゃあ元ですね。うん、はいはい。で、結構、都議の中でも偉い人で、うん、あの、まあ、落ちた後も一応政策委員とかで5年払ってる。そんなね、おじいさんとこじゃないですけど、あ、まあ、民主主義者若い。北区とは違うんですね。はい。で、この野上さんは偽装離党じゃないんですね。そうしたら後を出たとか。まあ、まだ出るかって言われてるぐらいなんで、出るとまだ決まってる。あ、まだ分からないですか。じゃあ出るのは決まって、無所属でも出るぞって言ってるんですけど、あ、そうだ、じゃあ、まあ、民主党は公認を出すかもしれないっていう話になって。でも公認出す、本当、水戸さん、まあ、水戸さんも。ただかなり怒ってるんです。怒ってる人はいるんですよ。この節操なさに。このタイミングでの離党なんで。ことはあ、どっち、野上さんに対してるか。そうすると、これは、あと、元々、維新系、野上さん維新系で、はいはい、いるので、はいはい、民主の、本当に生え抜きなんですよ、大沢さんは。うんはいはい、民主本流で。はいはいはい。ちょっと、やっぱりあれですね、色は白とピンクのグラデーションが良かったです。大体、色としては。あ、なるほど。じゃあ、緑の方はどうなんですか？まあまあ、一応、野上さん推薦っていうのはもう事実なので、ね、あの、まあだから、緑は、野上さんは緑です。うんだからここどうなんですか、ね、白戸さんと野上さん両方があるっていうこの。白戸さんかわいそうだよね、これ。これまさにこのケースは。白戸さん決まったら遅かったもんね。不利ですよ、絶対。いや、だからここもね、渋谷ショックが強烈に来そう。細田さん弱いんで、うん、だから公明新聞に言うと細田が一番危ないって書かれてる。あらららら。そうですか危ない。あの、だから、それ危ないっていうのは、うん、公明党の票構造って、やっぱ公明党の人は公明党だから言えるってと考えると、うん、あの票の出方からすると、うん、危なくないと私は思ってるんですけど、だから問題は、このベテランの方が死なはったんで、はい、病気で突然死なはったんで、はい、そのいわゆるその引退決まってたら、だいたい公明党1年ぐらいかけて引き継ぐ、はい。そうですね、一応やっぱり顔見せしないと、顔見せして今度からこの人に変わりますってやるんですけど。公明党厳しいです。総合会ちゃんとご挨拶しないと。それはね、いや、その有権者にね、それで回るんですね。はい、それがね、はい、内状態で死んじゃったから。あで、急に候補者決まったし、ということなので。そうするとやっぱ、公明党でもそう簡単に。うん、そうそう。だってスイッチ効かない。100% みんなっていうわけじゃないのが。あのね、この間の区議選でも、うん、新人の一人変わった人のところで区域を広げて、川村さんと。うん広げて、うん、それも、あれ、それは、あの、定年で引退した引き継ぎでそうだったので、今回、しなはりましたからね。うん、で急なことだから、やっぱこれは。結構ベテランの人で、うん、結構重鎮だったんですね。はい、そのしなかったんで。引き継ぎの場合は、ちゃんと後継の人もきっちりやって、きちっとご挨拶をすべき人にするっていうのが、やっぱり段取りしてあるから、それがないとやっぱしんどいですね。あのまあ、ただそういった意味だと、江東区はみんな、ウィークなんですよね。あの、自民党はだから2人出してます。はいはいはい、その、はい、この逆風なのに2人出してる。そうなんです今まで1人だったのは2人。大西ショックはどうですか、はい、大西ショックは出てますか大西ショックはあんまり、あの、やっぱ、まあ、山内さんのいるまで言うのはなんですけど、うん、江東区民から見て、江戸川区は川向こう。うん、あれは江戸川です。関係ない。予想からですと、江東区、お前が川向こうだって言われますけど、やっぱりその辺は、確かにか。まあ、地方からしても、江東区からも。都心から見たら、川一つ向こうと二つ向こう。あまあまあ、そういうことですね。まあ、あまり、だから、その地域っていうのはないのと、あと、まあ、自民党にとっては、一応、豊洲問題が、うん、あのプラスに働いてるので、あの逆に、うん、小池さん、けしからん的な、あの、豊洲バッシングに対して、憤りを感じる人は多くて、うん、今回、江東区の人聞いたらね、はい、聞いたら、豊洲に決まったりで喜んでした方がいいですよ。だから、そこに移転論っていうのは、うん
結構説得力があるんですよ。知事が外は安全宣言しねえから、うん、あの、冬保以外で、はいはい、豊洲のイメージ、江東区の引いた法則のイメージ悪くなってると。うん、で、かなり、例えば、もともと豊洲移転って、うん、あの、結構、杉並の人とか、そういう市民運動家、はい、のプロ市民的な運動家、西の方の人がなんか、豊洲なんか遠いんだとか、そう、落とすめるようなことを言ってて、で、江東区ってそもそも昔ゴミ問題ってなって、はい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 、杉並の奴らが自分のところのゴミ焼却作るの嫌だから、全部江東区に持ってきて、江東区はそれ嫌だよって言ってっていう、うん、そういう、押し付けられたって、そういう市民の住民へね、押し付けられたっていう、結構そういう保守的な意識があるんですよ。だから、豊洲問題も、やっぱ反対派の中には、もう豊洲なんか蓋し合えば、うん、あの有毒地なんだから、何にも使えねえよ的な、そういう反対論があるので。北区とか足立区とかの人ってね、うん、江東区はずるいって人多いんですよ。なんで？東京の西部で、うん、いや、それはその、川一つも食って、東部で、海があるから。栄えてんのは江東区、はい。だってしょうがない。まあ、江戸川区もちょっとぐらいいかんけど、他はみんな、貧乏してると、はい、だって北区も足立区も荒川区も墨田区も台東区もみんな辛い思いしてんのに江東区だけがいいものを取ってる。だって再開発、再開発が開発できるとこは江東区しかないじゃないですか。海埋め立てて。なんでって聞いたらその時に、ね、柿沢さんが偉いからやる人もいる。おお。いやー。あ、そう、いや、江東区一応、深川、清澄あたりは、江戸時代から町だったんで、まあね、一応、五府内なので、うん、足立とかとは違います。あ、だまた、そういう話だ。そう、ちょっと。でうん、誰が通りその4代でしょう。だから、まあ、話も、だから自民党も弱さを抱えてますと。うん、で、共産党も、やっぱ弱さを抱えてるのは、やっぱ豊洲問題っていうのは、うん、まあ、他の地域だったら共産党よくやったって言われるんだけど、はいはいうん、共産党のあのはしゃぎ、築地問題に関するはしゃぎようっていうのは、うん、逆に統一問題の人からすると、うん、けしからん、統一を必要に落とすべきだ。そうね、安住さんね、うん、あんだけ統一危ないって言いながらね、豊洲に保育園を建てろって言ってるんですよ、これ。あまあだから、豊洲って言っても、実は広い、広いって。まあまあ、僕豊洲移転地っていうのは、うん、豊洲の本当に橋の方なんで、うん、だから豊洲全体が、市場を潰して、その時言い出したんですか。そう、まあ共産党はもう豊洲移転、豊洲を壊して保育園にしましょう。だからそれは逆にでもそんなさ、なまりが出るとかさ、なんとか出る言うてんのに豊洲保育園。いやただ私も共産党の支持者の人に対しては、だから今の江東区だと、豊洲危ないだけだったら、むしろ逆効果だよって言って、豊洲市場をどうするかと考えなきゃいけないんじゃないのかってことを言ってたんで。この政策提言が出てるそうなんですよ。それでって言ったらもう、そこまで言うつもりじゃないですけど、まだそういう出したことはむしろいいことだと。いや、だけど、そんな危ないのにもっと危ないじゃん。まあだからそこは、だから、わけわかんない、その共産党の党員の人たちも、結構、危ないしか言わない人もいるので、まあ、そこは、ちゃんと方針変えて、じゃあ、あそこを保育園にしようとかだったら、まあ、なるほど。じゃあ次。はいはいはい。あと10分ぐらいで終わります。次、中央区。ね、ここが、これね、森山さんがね、なんと共産党推薦になった。すごいね。公認化までね、細野さんっていう新人を下ろして、はい、共産党推薦になった。うん、これ何共産党とやっぱここはタッグ組むってことになったんですか。だからもう築地移転絶対反対。すごいね、でも。だから、結局、森山さんなんていうのは、築地を高層ビルにするなんで、うんうん、景観とか開発反対って立場がすると、うん、でもさ、築地テーマパーク、ツインタワー案やから、うん、結構、小池さんもこの辺には配慮してるんですかね。だから、結局、業者ファーストになっちゃってる、ね。まあまあね、そうそう。だから、そこは本当に開発問題に反対って立場がすると、うん、結局、共産党も、うん、業者が存続できるんだったら、うん、構想か開発でもいいのか、まあ、場外市場が拡張するような気もするんですけどね。まあ、あそこは一応観光地化するっていうのはあるからね、場外市場。で、その、林田さんね。はい、ここ、立石さんってさ、はい、内田さんと対決してて、離党しちゃったんですよ、立石さん。はい、なんでもう一人立ててんの、こんなかわいそうに、立石さんを公認したけどよかったのに。ねえ、都民塾の会っていうポスターで貼ってて。誰が都民塾。ああ、それが許しがたいと。それは、ジハードなの。都民塾。まあ、だからそれは、自民寄りの人と民衆の人とで、うん、多分、関係性がある。だから、結局ね、自民系の世にみんな潰しちゃうんかなと思って。いや、だから、山内さんが別に。山内さんが言ったところがね、うん、僕一番いい写真撮ってきたけどね、あれ意外と、森脇京子人気あるみたいよ。あ、そうなんだ。うん、意外と。
ちょうど何でしたっけ、宮崎葵系の。男女両方から票の取れる。いや、でもルックスだけで入んないから、でもここはやっぱ難しいな。まあ、西郷さんも頑張って、ね。いや、でもね、あのおかげでね、安倍由美子はね、うん、通ると思ってた民進党のね、うん、ちょっとえらい怒ってますよ。なんでか、民進党はね、せめて5人通したいと思って、はい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 、その当てにしてたみたいですから。あ、まあ、田中麻子さんも通したい人なんですね。うん、今ちょ民進党として通したい人なんですか？通るだろうと。せめて、ここはと。うん、でも分かんない。あとは世田谷区の山口拓とか。はいはいはい。せめて通るでしょうと。あの大田区の一人に絞った人とかは、せめてこの人は通るでしょうの中に、安倍由美子さんも入ってた。はい。それはね、まあでもここは一議席ですからね。ここね、これを。まあ。で、ここは調べたところ、うん、公明党への食い込みとか石島さんが強いようで、うん。ここはもう、渋谷ショックの影響が強烈に来てる。完全に公明票が石島さん、ああいうことで石島さんがやっぱだってね、公明党もまだ立石さんなら知ってるから、こっち入れてって言えるけどね、うん、西郷さんって誰なんて話になって。無理ですよ。無理で、しかもこの人もっと今民進党でしょ、はい、そう。それは無理やでって話で。もっと無理で、そう。民進、元民進は無理なんですか？いや、っていう、元民進でもう全く知らん人だから。いや、だから知らんって、区切りじゃない。いや、名字変わったけど。わかるけど、あまりにも知名度がなくて、急に来た人だから、その、フレンド票の変え方も無理だと思います、はい、ここは。フレンド票ってしんどいですね。これはもう。そんな区切りとして知られない人なんですか？いやいや、そうじゃなくて、今まで自民に入れてくれって言ってて、はい、立石さんに昔入れてたんだけどね。立石さんに入れてくれってつもりやったのに、さすがにここは、だって投票用紙の書き方、名前書くわけだから、うん、無理やろ。そう、前回と同じ人じゃないとね。下手したら西石さんとか辰郷さんと書いてしまうかもしれない。あ、いや、まあそこまでいかないけど。まあだからそういう協力体制にならないと思うんですね。これは、ここはだから食い込みと見ると間違いなくこんな感じになるんだね。西郷隆盛ブランドは中央はどうなんですか？いや、それはね、それ直系じゃ読みはんでしょ、はい。いや、チラシとかにもそれ書いてる。いや、だからそれしか売り上げたんです。それが一番覚えてもらうので最後までいいわけない。昔ね、ジョン万次郎の五世のね、中浜京っていう人がね、うん、ジョン万次郎五世って言ってね、うん、市議会議員出ようとしたことがあったんですよ。土佐清水市で。どうだったんですか？いや、もうとてもね、無理やろうって話、ね。ジョン万次郎五世。まあ、みんな知ってますけどね。まあ、どうかね。まあまあ、さよさん。じゃあ次、うん。はい。はい、ここは。ここね、どうなんですかね。ここも渋谷ショック。ここも渋谷ショック、きつそうなとこ、うん。これは、オズ上村さんがえらい叩いてるんですよ。はいはい、アストンマーチン入江信子とかね。実は結婚していたとかね。うん、まあ、ここが2席だから、ね。入江さんの旦那さんっていうのは、なんか、取材の帰りに亡くなったんですね。あ、取材。帰りっていうか、航空事故。航空事故。あ、そうなんですか。取材の業務中に。へぇ。で、そのことで、母親一つで育てたって言ったら、実はもう、再婚してたと。ああ。もしかしてじゃん。ここもちょっとよくわかんないんだけど、なんであんなオズ上村が入江さん叩くのかよくわからへんの。いや、ここはね、2人区で自民が2人取ったとこなんで、うんうんうん、もう北城さんと菅野さんの生き残りがすごいとこなんですよ。ここに、ね。ちょっと北城さん不利かなって言われてますね。ああ。菅野さんの方がまあ、通用する。公明党はこれちゃんと2人に分けて入れるように、うん。ここだから入江さん、ここもその渋谷ショックの影響がすごく。入江さんに行けないでしょ多分。で、あと大塚さんが、うん。大塚さんに入ってきてて、うん、これもまた、ここもどうなんですか、大塚さんがニョニョッとはみ出してきて、その、どっちが推薦か公認か分からないのところですか。ああ。じゃあもう墨田区と大塚さん、あそこ、君だね。渋谷渋谷。違う、墨田区じゃなくて、ほら、台東区と同じこと。ああ。なるほど。まあ、台東区は最初から2人だったんで、うん、いやいや、まあ、公認と推薦で。はい、そうそう。だから、それは最初から2人になって、こっちは後からいきなり入ってきて、しかも民進党だと思った人がっていうので。これは、だけど、なんかもうね、偽グリーンがいっぱいいるんですよ。自民党もなんかそのグリーンのビラ配るよ。まあ、もともと自民党がグリーンだった。ああ、そうそうそう、イメージカラーがね。わけわからない。みんなグリーンで。今回だから、間違って投票する人がいっぱい出るような気がする。はいはいはい。これ台東区です、はい。これまさにこのケースですよね。はいはい、ね。ここは、これはもう代理戦争ですからね、皆さんそれぞれ。ね、中山博之さんや中村中山義勝長男でしょ、うん、で、保坂三蔵の長男。はいはい。で、あと深谷直系。はいはいはい。
まあ、ここまあ、深谷貯金は一番硬いでしょうね。思うけどね、ここもわからんとこなんですよね。やっぱ小柳さんは厳しいですかね。え、まあ、ちょっと厳しいでしょうね。小柳さんはちょっと、今日さんは私の Facebook 友達です、ね。あ、そうですか。あらら。これも。いや、結構、あの、ポップな話題もしてくれる。これ、変な話だけど、ね、変な話ですけどね、もしこれ小池新党はね、うん、間に合わないかな、大津さんの推薦取り消しますってやったらね、うん、どうなんだろう、コメントのスイッチがグググググって当たったら、いや、間に合わない、いや、間に合わないっていうか、だからそういう調整を全然コメントと、だからこ選挙参謀、党の選挙参謀はコメントのしかるべきと話し合ってどうこうってやってってないんだと思いますね、勝手に。ああ、そう。あの、自民党は公明党となんかいろいろ協議するから、自民党の偉い人が公明党の偉い人とやるから、あの、下っ端は公明党と接触しちゃダメなんですよ。うんうん、それでもね、よくあの、自民党が小選挙区で衆議院立てるときに、公明党に相談に行ってますよ。だからまさにそれがやれてないっていうのは。うん、だから若狭さんは赤ワンの話で、うん、若狭さんの後が回り、ほぼ決まりそう。あ、後回ってのはね、10区補選 ?10 区の自民党の支部長。うん、あ、そうなんですか。それ後がまってな、次選挙あったら、自民党が取るって気満々なんですよ。でも、そこね、そこね、うん、そこの関連の人たちを聞いたんだけど、票読みしたんだって、うん。そしたら、鈴木さんが出ない限り無理だろうという結論が出た。うん、そうなんだ。自民党は鈴木さんが。自民党の、うん、じゃあ自民党のその人が来た時に、うん、民進党の鈴木さんと若狭さんが両方出て、はい、立証票が割れないと、無理だ、うん。だから立証票が強い。いや、鈴木さんは出るでしょ。いや、だからそうなってくれっていうふうに。いや、普通にね。で、若狭さんが小池新党になって。だからそれで、二人出てくれたら勝負になるけど、うん、もし、どっちかを下ろしたら、立正さんが調整して下ろしたら、うん、多分自民に勝ち目はない。いや、そんな下ろすなんて。いや、将来的に。まあ、民進党がなくなっちゃってるかもしれないのあるけど、今、支部長でがっつりやって、若手ホープの、民進党若手の何人か。でも、国政も将来的に、あの、蓮舫さんの人気のなさを考えたら、将来的に小池新党と合流ってことは、だからそのための民進党の推薦候補がゴロゴロいるわけじゃない。タイプ役になるのが。まあ、乗っ取り図るんじゃないですかね。これね。聞く前もし10区はほら、あの、富士検証会があるから、公明党が怖がって済まないところなんで。なるほど、なるほど。じゃあ、はい、最後。はい、はい、はい。これちょっと今日、あの、草薙先生から連絡いただいたんですけど、はい、ここはどうなんですか、その、うん、石川さんが民進離党、偽装離党したところでしょ、はい、土井広則さんです、ね。そう、土井さん、土井さん。で、今度、話じゃなくて、津田さんから連絡じゃない。そうそう。あ、そう、土井さん。この方はどんな方なんですか。いや、だから、熟成なの、熟成さんにいらっしゃったんですけど、あの、その3人の塾生が、選考が不透明だっていうのは非常に不満を持って選考漏れになったんで、うん、自分たちで無所属で塾生として出るっていうことだったんで。で、あの、橋田さんはお付き合いはないかな、なんですね。あの、3人いらっしゃるんですよ。この三菱重工かな、なんかのサラリーマンなんですけど。それで、お住まいがどうもこっちのエリアなんで、劣化さんのところにぶつかるんで、で、今度、あの、お話を聞きに行くということで。おー。あ、こあ、その、土井さん。10年、ね、ここにいらっしゃるのかな、あの、で、土井さんはすぐに、あの、まあ、昨日、だから14日の前の13日に記者会見やったんですよ。ここってね、2人区なんですよね。うん。で、小磯さんは結構強いんですけど、はい、ここも、だから、その、いわゆる公明党がフレンド票を振りにくいところで、この小磯さんが悪いことしたなら別だけど、いやいや難しいところなんですよね。うん、いや、だからもうこれは公明党の票は小磯さんに行くんでしょうけど。ここ、やっぱりそういうことなんで。で、もう一議席を、その、どうなんでしょう、石川さん離党して大丈夫なんですかね。どうなんですか。でここは後追い立てないところを見ると理想離党なんですか。まあまあ、やっぱりまあそうでしょうね。ただ、あの、劣化さんも一応は、あの、看板候補の一人じゃないですか。いや、そうでしょ。小池さん的には。小池さんとか。それで、まあ、看板で歌手だということを、まあどう、まあ熟成の感覚からすると、うん、やっぱ入江さんとか木下さんとかが板橋の、うんうん、まあ看板。あ、そうなんですか。だからそのメディア受けする人はそのメディア受けするところに出してるっていうだけで。だって彼女なんかはどちらかメディア受けする方じゃないですか。はい、広報部とメディア、龍園さんと斉藤さんがメインじゃないんですか。あの、だからそういうとこだったらメインに立たせるけど、うん、あんまり今、塾生からちょっと近い人ではないんですね。うん、だから塾生がいっぱい集まってるのは、入江さんのとことか、うん、木下さんさっき言ったとこ、うん、なるほど。あと、中野区じゃなくて、武蔵野市の鈴木
さんとか。ああ。彼らだから、もう最初から空中戦の、そうなんだ。やっぱ今日ね、来ていただいてよかったですね。やっぱり分析がきちっとね。だから、熟成の中でももう、熟成近い人と熟成とはもう全然もう遠く離れた。だって、選考基準が全然別だもん。なんか、本当思ったけど、この、渋谷ショックがなければ、もっと取れたのにっていうのが、なってもなくても、まあ、意識が全然ないので、うまくその、公明党の二人三脚やっていこうっていう、戦略、戦術が、全然多分立ってないから。そうなの？いや、ほんと最初からね、でも、成京さんとこの運動員さん言ってたよ、公明党のポスターの横に貼らしてもらうつもりやったけど、貼らしてくれへん。いや、公明党の連携はやっぱりだいぶ戦略的に考えてた。そのために公明党と組んだんですよ。そう。あの二連ポスターを、もう事前に、2ヶ月貼れるわけ。議会運営先行ですよ、公明党と組んだのは。でも、都議会を乗り切る。でも、議長のなんか、ね、あの話で、喧嘩したから、立石さん犠牲になったって噂がある。あ、そうなんですか。立石さんを議長にしようって話もあった。はいはいはい。どうも。なんか。まあでも、土井さんでまたお話して。これね、本当思ったら一回ね、音北さんなり、伊藤さんに聞いてみたいのは、まあそうですね。うん、本当に勘違いだったとしたら正義の勘違いだろうし。勘違いとか、なんか考えてない。何も考えてなかった。だから、正義の勘違いっていうのは、大阪市長選挙の柳本さんのことがあるじゃないですか。ああ。あれは知らなかったわけでしょ、実際。そうか。だって、あれで公明党が引いちゃったわけじゃない。いや、それは、柳本さんの選挙の時に、野田武氏が、斎藤さんボコボコにしばくからですよ。うん、だから、それを知ってればそうならないわけじゃない。でしょ、だってあれは本当は柳本さんがかなり僕は有望だったと思いますよ。いや、柳本陣営泣いてましたよ。それは泣きますよね。だって全然動かない。何があったのよって言われて。で、柳本さんが悪いわけで何でもないんですよ。だから同じじゃないですか。渋谷ショックって他にみんなとばっちりが来てて、渋谷は関係ないですよ。もちろん。そう。ご本人だからね。いや、実はあの帰りね、なんとかテレビのね、カメラマン来ててね、渋谷ショックの影響出てますねって、いや、その用語知ってますって言ってて、まあ私もほら、軽減税率田淵で知られたら存じ上げてますって言って。まあ、渋谷ショック、マスコミ書かないです、ね。もったいないね、まあ、終わった後にいろんなことが。ただ、ね、大躍進が中躍進ぐらいになるのかっていう話で。まあ、ある意味で、素人集団というか、調整してたらもっとうまくいったのにっていう選挙区がいっぱい出てくる気がする。まあ、それは、ただ、あとは、まあ、田淵さん流に読むと、若狭さんが通用するようになってるので、逆戦略を立ってるのかと。ああ、そうかなって気もする。そっちも可能性もあるね。なるほどね。だから若狭さんが本当にも最初からそのつもりだったから。ああ。だから自民党の4人を始末するように動いてたの。どうせだってファウストの後はもう若狭さんになるんでしょ？うん。で、ファウストはもうこの後収賄の方でなんか、収賄じゃなくて、事務所費の何も持ち上げて。まあ、そっちの方でやっぱり、終わったら多分猪木さんから。パンやられて。ということはあれか、憲法改正突き進むのを見ても、うん、猪木さんの発言力上がるなぁ。猪木さんはこれ今回だいぶ自民党で大打てますよ。でしょ？でしょ？だからもうあれやわ、北朝鮮の全く買ってやれとかなぁ。いや、もう北朝鮮と国交回復しろ。正常化しろって。いや、そこまでやったらもう歴史に名前残りますね。あのね、私猪木さんと会ったことあるんですけど、一回行きます？どこへ？猪木さんとか。猪木事務所。みんなで。あ、いや、僕も見たことあるんですけど。猪木さん。まあでも、いや、お話聞くのはいいと思います、猪木さんとか。だけど、まさかですよ、皆さんね。憲法改正のね、うん、参議院でのキャスティングボート、アントニオ猪木が握っているという、この、なんとも言えん事態ですね、これ。だから本当に、数すれすれの時の4人っていうのは大きいですね。大きいですね。そして、その、ね、後ろにいるブレインが、マドポッポだという、この恐ろしい事実を。そうなんですよ。謎の元気会。これでもし、あれですね、憲法改正案のタイトルに UI とか入ったら、ほんまやなと思うとかあかんでしょうな。はい。まあ、こんな感じで、まあ、今日はね、林田さん来ていただいたから、都民ファーストの内情が今こういうことになってて、偽装都民ファースト、うん。偽装都民ファーストの問題で、民進党の偽装離党もありますけど。でもこれはね、有権者どこまで浸透するのかね、
やっぱりね、姑息な方法で受かる人はやっぱりね、減ってほしいなって思う。いや、だってあのね、比例みたい、政党名書くんやったらね、いいけど、うんうん、人間の中からなんかね。そう。だから、小池さんと組んでるのはこの人やと勘違いさせるっていう錯誤証拠っていうのは、まあ、まさに騙し売り裁判を起こしたくなるような。で、きっとこれで、騙されたって人いっぱい出てきて、うん、2回目は通じないかもしれない。いや、でも1回ポッキーです。騙されたっていうか、その結果として、小池さんに騙されたっていうふうに思っちゃう被受け者が増えるんじゃないかというのが恐れてる。いや、大丈夫ですよ。それはあの、名古屋の河村さんが、あの、なんだっけ、厳然に一歩騙されたって言っても、河村さん自身はまた受かってるじゃないですか。それは多分別になると思います。小池さんはうまくテレビで、宣伝してやりますから。まあ、公職選挙法の解釈っていうのは、ここまで面白いっていうのもね。そう、都民ファーストは OK、写真が古いのも OK、うん、20歳若くても OK、まあそういうことなんで。小池さんのやつはもう写真年齢分の実年齢 2.5 ぐらいなら。いやもう、なんでもいいんですよ、もう。綺麗に写ってる、みんなが印象いいのが出ればいいんですよ、女性は特に。なるほど。ポスター。そう、じゃ本人でやればいいんですよ。違う人だと思う。後藤さんのポスターだって実年齢違うけど、かっこいいポスターですよ、後藤さん。ああ、ね、後藤さんも、漁獲言葉ですからね。漁獲パン屋さん。ねえ。パンも焼きつつ、漁獲をパンパンやってましたから。そう。まあ、こんな感じで、はい、来週もなんか、もういよいよ来週だと直前ですか。はい。まあ、トミーファースト。うん、で、やっぱりね、僕はね、R とノン R の区別をちょっとね、つけたいなっていう。頑張ってそうそうそう。これ、若狭さんが全員を応援するわけじゃないんで、そうなると、それ応援に来ただけで、なっちゃ、認定されちゃうんですか。いや、若狭さん的には、もともと足立の人で、うん、まあ、なんで、やっぱ東部地域を結構やってるっていうのは、まあ、それは自演だから、ナビキオさんの場合は、倫理構成会だから、それは、信州連携だから、こうマークかなと思ってるんだけど、だから、ナビキオさんがってより、たぶん、その人が、あの事務所開きの、まあ、講演会の主要部にいるっていうだけじゃないですか。いや、それ大きいだもんね。毎日、毎週、朝起き会に来てるってことですよ。だから、それはもう完全にべったりですよ。朝起き会のね。まあ、どうなんでしょうね。だから、一回来ただけでちょっと気の毒やから、まあ。でもやっぱりね、R の指令で、若狭さん、ここは応援してくれっていうのはあると思います。それで、ここはまあいいだろうっていう理由は、全部は応援しないはずなんで。まあ、そう、全部は応援しない。物理的に無理ですからね、はい。そうなると、もし戦略的だったら、厳しい人を集中的に応援するっていうのは。でもよかったよ、若狭さんにとってもさ、自分のプロ氏を貫けたら、私はね、信仰を大事に。私は聞きましたから、信仰は投石よりも重いということですから、ニコッとしてさ、ほろほろして。そう。若狭さんは自分の良心に従って行動したわけですから、いいですね。でもそんなに熱い信仰を持つ会なんですか？なあ、そうなんですよ。それはね、でもね、ある川崎市議会議員の、週2回は行ってて、心の拠り所だって言って。うん。やっぱり、ね、あそこ行ってる自民党の議員さんたちはやっぱ褒めてますよ。なんかね、休憩所みたいな感じで行く人もいる。週2回って言ったら、うん、一般総学会より熱心じゃないですか、総学会。私もそう思いますね。きっとね、そんな感じしますね。だから、まあ、そういうこと考えると、結構熱心な方も多いようですよ。やっぱそれが票に反映されるわけなんですよ。ということで、来週の山さんの選挙中も、また、都民ファーストの行方、ちょっと追っていきたいと思いますけども、豊洲のこともね、これでどんどん出てきますので、小池さんが、まあ、きっぱり決断して、自民と対決をどう進めるのか、注目だと思います。ということで、また来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。偽装ファーストはいかん